白涼化は、旧製品無高等学校の代表寮歌歌い出しの歌詞から、ああ、白涼とも呼ばれる。旧行動前の姫構成の増加し、曲ともに、ジャスラック管理学局ではないが、曲については著作権が存続している。作詞者は、京都帝国大学に進学したが、その後の消息は、姫行動総会も把握していない。白涼とは、 白鷺城を望む丘を表す。旧制姫路高等学校の画唱であり、また、寮の名前でもあった。同校は、大正13年4月、内地では、戦前最後の旧制官立高等学校として、創立された。当初、寮は、慶福寺の中に仮設され、第一回寮家、春姫山の花の色もそこで作られている。白寮家は、 正式の寮に移ってからの寮歌である。作詞者と作曲者とは、寮の同質コンビだったという。歌詞は、明治時代の寮歌のように五国の理想を訴えるものではなく、白鷺城下の春の夜の情景に和コー度の鑑賞を重ねて描く。曲は、裏山でバイオリンをつま弾きながら作曲したという。旧行動前の、ああ、白寮の非学生改革により、旧政姫路高等学校は、 新生神戸大学に吸収され、同校の姫路文校となった。白良家も神戸大学に継承され、同校では白良良家と呼ばれている。神戸大学版、白良良家は、姫路文校時代には原曲から多少変化したメロディーで歌われていたが、近年は原曲に近いメロディーに直されている。歌詞は本来5番まであるところ、長くても1から3番までしか歌われない。 両家祭では、旧制姫路高等学校同窓会のメンバーにより、同校の代表両家として歌われている。舞台では、5番の後に、都芸軍の歌、昭和2年、長谷川信義作詞、小田茂雄作曲の4番を続けて歌う演出が多い。このほか、旧制姫路高等学校の伝統を歌う、新生次郎両中学校、高等学校及び岡山次郎両中学校、 高等学校においても、白良家として歌い継がれている。他校の良家と同様、白良家にも全向上が存在する。旧正姫路高等学校では、女子、新生神戸大学では、先生と呼ばれ、言葉遣いにも若干の違いが見られる。女子は、より正確には、良家集全体の全向上先生はこの歌専用の全向上である。以下、 漢字表記は、旧字体から直してある。先人力強く営める白漁の起伏しにも、とうとうと流れをなせる自運の歩みにも、和高度が、心情の流露は凝って一連の歌奏をなし、その清しにして、純なる、漢にして、強がるもて知人の猛を稽古べく、もてだふをしてたたしむべし。されば春の朝高く銀ずるときは、高等乱舞の長となり、冬の夕低く奏ずるときは、 哀愁秘調の曲とでで、手に裏赤き後編をこそ飾るに足るなれ。若き誇りを思うた今野がとにしてなどて良家を愛さざるを得べけん。ともよよしなきことを嘆くいとまだにあらば、降乱によりて、青春の一国しばし憂れを捨てよかし。先人に力強く営める白漁の起伏にも、とうとうとして流れをなせる自運の歩みにもわこうどが、 心情の流露は凝って一連の歌僧となりその清に、して、純なるその間にして、強なる、もって、知人の毛を消すべくもって、謝をしてたたしむべしされば春の朝高く銀ずるときは、校長乱舞の長となり冬の夕べ低くそうするときは、哀愁秘調の曲と出デに裏若き後編を飾るに、たらむがうにして、若き誇りを思うときなどて良家を愛せざるおえべけんや、ともよ。 よしなきことを嘆く暇だにあらば、降乱によりて、青春の一国しばし憂いを捨てよかし者の呪は、悲変に呪。ありがとうございます。